今回はこの日産のフェアレディ Z33 というモデルの運転席にレカロシート SR7F を装着を行った際の簡単な動画でございま す, けども、はい、ちょっと取り付けに際してはちょっと裏技を一箇所使ってます。ちょっと触ってみてください。で、股の間から手を入れて、はい、これでスライドですね。後ろに行ったり前に行ったり、背もたれの腰のところはすごい強さを感じませんか？そうですね、全然違いますね。違うでしょ、うん、あとリクライニングは右手の付け根と内側にもあります、はい、まあ手が入る方で使ってもらいたい。ああ、うん、いい感じですかね。感じですね。意外と座面側しなやかでしょ。そうですね。あとは腰の後ろはもう強力に強いと思います、うん、腰がこう反ってる感じしますね。あの押される感じですよね、うん、だからこういう座り方ができればランバーサポートは不要かと思いますよ、うん、了解しました。一回りしてみますかね。そうですね、はい、この試運転の後ショップに戻りまして、前後約10ミリほどの高さの変更を行って、結果オーライという形になりました。しばらくはこれで乗っていただけるということと落ち着きましたので一安心でございます。ただし高さ調整についてはカラー、ワッシャー、スペーサーなどの出番となりますので簡単ではございませんが不可能ではございませんということで、同型同類のお車にお乗りの皆様、ぜひジェットセットにご用命ください。